2012年的作品。嗯。音乐好听欸，哈鲁卡，嘟嘟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 嘟，音乐好听欸。唉，终究我们还是到这里了。人中之龙五，三四代让我们直接，简而言之就是吃屎啊。五代会不会继续让我们吃屎？我们再来看一下，还可以看 memories。不能按啊 ，extra normal 自动成长，若选择有便会自动分配升级时获得的技能回，不要，我自己选。送那么多东西，哦哦，我就是感觉就是很一堆很没有用的东西，哦，金盘有用。福冈永州街2012年，塔玛基塔玛莎，还是塔玛基啊？谁啊？哦，大武欸，大武跟谁？红牛，这一看就黑道。他们这样敢跟黑道互尬，也是很糗哦。啊，他们是在等大吴是不是？お疲れ様です。お帰りなさい、堂島会長。あ、それではマダラミ組長。あ、板木。例の件。はあ。ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだが。なかなか信用できる。ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望を。あなたは受け入れた。狭い車中、
護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。你觉得你打得赢大吴吗？三立组组长班木中。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。全九州の三立組組長。郷に入れば郷に従え。福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい、それが五分の杯というものだと。おお、おお、交杯ね。なるほど。度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで東上界の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討させていただきます。後日、改めてお返事を。ええ。物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。可是为什么要跟福冈这边的组长五五交杯啊？好怪啊！什么目的？所以三立组就是这些穿运动服的混混吗？也看起来太寒酸了吧。邱阿小，邱阿小，好讨厌啊！这个。山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。八盘组总长。光头八盘。哇，这才一开始，资讯量就很庞大。ご無事で何よりです、会長。直系青山组，哦，他也变直系青山。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときは、どうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが。早安啊。それ本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。我羡慕。羡慕别人还是早上是不是？会長、堂島会長、どちらに？せっかく福岡まで来たんだ。少しは一人で息抜きがしたい。欸、你是东城会会长欸。安心しろ。能这样。すぐに戻る。能这样跑来跑去吗？不会被刺杀是不是？怎么可能不派人？去啦！只要有心，几点都是早上。你说起床的时机吗？那是真的。一个大猩猩，一个猴子。哦，要操纵了吗？ Now loading。永州048。这一段很长啊。这一段很长，我们就要先鼓掌了。希望剧情多一点啊，剧情动画多一点，但是剧情好不好不好说。
但我们都经过三四代的洗礼了，五代会怎么样？我们很清楚啊，可能不会好到哪里去。この車に乗りたいと言ってるんだが、又可能很好，我不知道。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。え、童生？いや、どうしてもこの車がいいんだ。奥克，奥克，奥克来了。確か客の希望があれば、理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。他们那时候也在防疫，是不是？还故意开反方向，不开我这边吗，童生？啊，这样也危险了，靠近道路那一旁的车门，不要乱开。適当でいい。那最讨厌就是那个没有看后照镜，前后看一下有没有车，然后就开车门那种，差点把别人撞死那种。你不是有骑摩托车吗？就有一些路，有一些车子路边停车啊，他停一停，然后他前后就是他没有看后面有没有车，他直接开车门，那撞到别人，别人直接摔死怎么办？1650块，这么快就1650块？日本计程车好贵啊！铃木太一还戴口罩，哪有司机上面的那个大头贴是有戴口罩的？いい町だ。この町に人が强制险200万，和解金600万起跳，哇，果然是。有在经营保险这一块的大大。長いんですか？まだ半年です。半年。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ。残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが。ええ、吓死我。実は私、東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。等一下、我突然有一个问题。为什么大欧知道童生在这里？じゃあこれから話すことは、客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私。東京でとある会社を経営してました。讲话的时候有语音了。従業員数3万人。国内最大規模の大企業ということになりますかね。ここ数年の景気の悪さ、一時倒産の危機もあったんですが、今では堅調な経営ができています。UI也变好看了。経営が安定した最大の理由は、感觉像吉根林的 UI。这个说话这个地方。うちの会社とその関西の会社は。長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。晋江聯盟。しかし時代は変わり、关西就是晋江聯盟。商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。このままでは時代に取り残されていってしまう。そんな危機感を持って我々は業務提携という形で和解し、業務合作。この厳しい世の中を渡っていこうとしていたわけです。だが実は今、そのライバル会社との間に大きな問題を抱えていましてね。このままでは両者食うか食われるかの大抗争に発展しかねない事態に。お？原因は先方の社長の病気にあります。お？余命1ヶ月弱。肺癌末期、活該啊！在抽煙呢、啊？肺癌だそうです。也不一定抽煙。老爸很爱做菜，一直吸那个油烟。炒菜的那个油烟。理解のある方でしたね。吸到肺炎。強い心肺癌讲错。でも病気となれば代替わりはやむなし。当然次の社長が選ばれることになるわけです。その候補というのはこちらにとって少々厄介な方々で。候補は3人。腕一本でのし上がった副社長に。大阪の財界を指揮する常務董事、社長の秘蔵の取締役。タイプは違えど、皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのは、こちらの存在をよく思っていない。怎么共通点？つまり
好戦的な方だということです。開扁。そんな方たちが次の社長に就任したら、これまでの協定は破棄。東と西、本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方と手を結ぼうと思いましてね。おほ。いわゆる M&A。M&A。九州合併というやつです。万一の事態に備え。有谁知道这三个 MMA 这个三个字的缩写是哪几个字的缩写？どうでしょう。うまく話がまとまってるといいんですが。Mother and Apple。海香屋海鲜料理。海香屋。海鮮哪有香啊？海鮮很臭。ここはまだ降りるとは言ってないはずだが、お代はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。歩いて帰れとでも言うつもりか。好绝哦，童声。いい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。章鱼和鲨鱼不香吗？哦，你是说伊娜跟古拉是不是？哦，那当然是香的。我是说吃的啦，可以吃的海鲜。茨城の道を歩いてるつもりなんですよ。我不喜欢海鲜的那个腥味。你们喜欢吃海鲜吗？我超不喜欢的，我连蛤蜊都不喜欢吃。贝爷表示什么都可以吃，那是当然的，那是贝爷啊。是不是喜欢什么食物跟讨厌什么食物都是天生注定好的？就是基因上的天生注定好的东西。如果我的基因就是天生讨厌，哦，干，这时候出现这个标题，好酷哦。就我就是天生讨厌吃海鲜呢、啊，就有人天生讨厌吃香菜，是不是都是一种基因的缺陷？也不是缺陷啊，基因的独特性，喜欢吃什么跟不喜欢吃什么。有些人长大口味，我觉得有可能是不是那个舌头不是有很多味蕾在舌头上面吗？你舌头上面的味蕾搞不好退化，然后觉得退化了就。味觉没那么敏锐，然后就啊，好想吃啊，好吃！我刚刚看到身穿自知，哎，好赞！还有普路美，哦，这代声优这么厉害啊！哦，这首歌好听。哦、模组换了耶！参ったばい。今日もガラガラよ。いつになったら景気はようなるとかね。たまん気よったと思っとったらワンメーターとか。勘弁してほしかよ。人中之龙花了两年，模组有进步。上一代不是2010年的游戏吗？哎，五代是2012年，过了两年有进步哦。就看他们的剧情有没有长进了。コンテの番組よく見るね。ああ最近多かね。うち娘もよく見とよ。これあれやろ。ハルカ。プリンセスリーグとかいいよ。デビュー前女の子ば集めて競わせと番組でくさ。公主選秀賽。優勝したらメジャーデビューできるらしかよ。へえ。バッテン、あげな年で、どうせ枕とかやらされとっちゃう。アイドルとか言ったっちゃ、裏じゃドロドロ、汚か世界で、性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね。俺が親やったら、絶対自分の娘にこげんことさせんバッテン。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ。自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とか、そげんこと真剣に考えとらんとよ。我记得是集还是集二的时候，哦，生气了，
集还是集二的时候啊，就是那个有一个支线是哈鲁卡哈会跳舞唱歌的天分，就反正有人有一个是经纪人吧，就在路上都星探的星探讲错，星探就说你很有资质可以当偶像，所以是这时候就定好，就是以后会走偶像这条路，是不是？哇，童生没有把口罩跟墨镜戴上去。啊，这是谁？哦，开别，第一步同生一码，我们第一步就是同生一码。哦，会演出来。第一张漂泊之地，哦，这个 UI 很帅哎。我抓到了，童生没打方向灯，这个会罚哦。你看我看到吗？他没打方向灯。干嘛？要洗车是不是？啊。欸，我没有，如果我有车我不会每天这样做欸。你们会吗？如果是我不会，我很懒。売上です。ああ、鈴木さん、お疲れ様。お疲れさん。中島社長、お疲れ様です。同生向人低頭。ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。今日列の途中じゃったのに、お客さんば乗せていったやろ。天神交通からクレームの来とばい。ああ、天神交通。うちん会社、特に保管会社から名ばつけられとうとかあるけん。就有点像台湾大车队，然后什么车队，什么车队，就是各个车队就是不能互相抢别人的生意，这样都一个规矩在，是不是？俺が今から菓子折りでも買って、看还要买点心礼盒，不要扣我薪水，拜托。そんな、私が行きます。よかよ、これも社長の責任やけんね。好，社长去吧。私が。そう、それやったらお願いしようかいな。天神交通の場所は分かると祇園通りの西にあるけん。分かりました。そんじゃ頼んだけんね。済んだら電話ばちょうだい。好好做。然后我猜就是等下打斗的教学是在天神交通，就遇到他们说啊，你以为我不会原谅你吗，然后就开扁了。怎么是反转呢？为什么他们很爱反转这个东西啊？每一代都要先调，就是正操作，就是正转。他们怎么那么爱反转这个东西啊？有谁比较习惯反转视角吗？你们喜欢吗？我超讨厌的。可是我记得我以前玩那个《恶灵古堡2》在 PS 上面的时候，不知道怎么调，我都是方向相反在玩。你到福冈果然要买明太子吧？哦，明太子啊，不错哦，可以在哪里买到？永州大道走下去有家福屋哦。好啊。这个模组跟吉跟零是不是一样的啊？这操作手感很像欸。博多庄，半盒杂炊，半团村，寿司三味，
下水火锅 ，West， 拉面摊田镇，华味岛华味鸟，鹤屋，惠比寿屋，福屋 ，The March，M 超商，唐吉诃德，祈祷药局 ，B，Hello Lucky， 卡拉 OK 馆 ，Sega 俱乐部，重生的公寓，奥利维亚是啥小，永州计程。计程车，哦，就是我的公司 ，La Seine， 永州夜生活导览区。会有黄龙的束缚，或许因为这样容易被敌人缠上，与锦鲤护身符一起放在身上，而反而会。刚那句很像奥语的吃什么？呀谁是不是？这个挡枪。OK。其实我不知道怎么讲，广东话我真的一点都不懂。这个街道好赞啊！可以的，厕所，竹前大街南，讨厌死！原来福冈长这个样子。跟大阪一样，都有一条就是河，这么大的河。无料按内锁。GG 狗屋春春 Club Honey Valu Takeno Tadokura 啊，抱歉，哎，刚那台车直接穿过那个人，你有没有看到？哎，车太多了吧？啊，人行道在哪？路人还被扒、欸，有个好笑的。天神交通到了，いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。天神交通不在这里吗？哦，在旁边。抱歉。你哪位？这间公司的社长就是我，肥胖的驾驶。我是永州车行的铃木。今天有没有遵守排班规矩，让你感到不愉快，所以特地过来赔罪。你是中岛的员工吧？真是上梁不正下梁歪，都是些没规矩的。这干你屁事？你是什么意思？都怪中岛社长没教好底下人，才出现像你这种若无其事破坏规矩的家伙。不，我们社长。话说回来，中岛那个人本来就很怪异，那种人开了公司也不会多像样。社长，关于这件事，请恕我直言，怎样？中岛社长每天都会严格叮嘱我们遵守行规。这次的事件完全是我个人的疏忽，我以后会格外小心。今天的事情，能否请你海涵？海涵是什么意思？我没有看过这个用法，海涵。
就是请你原谅的意思，这是一点赔礼，要交付什么？我们没东西可以赔啊！我们要买什么东西？我忘记了，水果礼盒是不是？もしもし。お疲れ。そうねそう。ええまあ。算是顺利解决个鬼。いや助かったわい。本当こつ言うと我什么东西都没赔。コーチの社長さん苦手なよね。そうでしたか。那现在这种烂人也不用赔他什么，今回の一件は让他吃空气。私の責任ですから、当然のことです。鈴木さん相変わらずシリアスやね。シリアス。シリアス。マイルバイ。ま、過ぎたことはしょうがないけん。敢大我在搞我耶？大我在搞我？不是大我的事情。本当に申し訳ありませんでした。不干我的事。ちょっと寄るところがあるんです。その後でよければ。ああ、仕送りのことね。いつも給料入ったらすぐに振り込んどったね。ええ。まあ。え、对耶。そういや、今まで聞いたことなかった。我们在福冈那牵牛花这些小朋友怎么办？家里没有大人呢。家族っていうわけでもないんですが、いろいろありまして。え、对耶。あんま立ち入ったことは聞かんようにしとこ。俺は鈴木さんがもっと稼いで、もっと幸せになってくれれば。这么好的社长哪里找啊？お気遣いありがとうございます。だけんくさ、そういう行々しい口に聞き方せんでよ。まあよかった。とりあえず給料日くらいは。这种社长哪里找啊？这么为员工着想的社长。大瀬橋の上で落ち合いましょう。啊，太多惯老板的啦。抱歉。哎，牵牛花的小朋友怎么了？怎么办？我们不能回去吗？看一下九州体育报，恶魔高速道场的恶魔骑士，福州 Walker， 利昂。福岡天神博多ほっこりバリウマ鍋科技资讯站連物什么ステーション電磁物電磁物ステーション大小近代麻将 Original， 给开司一份薯片。周刊实况，实话，是哦。周刊 Famitone，
Interbrain 发行的游戏综合情报杂志，含有交叉评论、专题报道以及读者投稿区诸多著名专栏。怎么才一万？哎，你要把你的所有的薪水都汇过去吧。虽然我们这边也要吃东西啊。好像回牵牛花。喂，你身上有钱吗？我知道你刚用过 ATM， 快把钱交出来！怎么都路上都是这种流氓啊！没有架势可以用。还没有风格可以用欸，好可惜哦。收到简讯，按照寄件人分类，可以更容易找到自己想看的简讯哦。另外，有些来自公关小姐简讯也可以回复。啊，欸，我玩了三四代，然后都没有玩，就是所谓的就是怎么讲，所谓的就是风化岛啊那些什么都没玩。这一代之后才有零，对。零，我记得2017还2016年的游戏，我忘记了。双重终结，这个先选。哎、欸，双腿飞踢，体力增加，追击的惊喜，对，这个要先选。热血量表最大值。侥幸只会提升，这个要学一下。线上 M 超商开张，非常感谢你对 M 超商的光临，光顾。本店开始提供可以用手机订购商品的 M 超商线上商店服务哦，可以在自家或是便利商店领取商品，请善加利用 M。OK。三立组，永州观光协会的人员为了让永州街这个观光地的气氛变得更加热烈，目前正在举办活动哦。活动，是的，希望你能在永州街的观光景点拍摄照片。你所拍摄照片会使用在招揽观光客的小册子或海报上。拍摄无数观光景点照片之后，只要拿给我，我就会自。可是我没有相机，没问题，我把相机借给你。哇哦！哇哦！第一次见面就把相机借给我哎，我把它拿去当铺当掉。好，我就照。这个东西是什么？塔玛萨，塔玛萨到底是什么？拉面塔哦，田镇塔玛萨。哦，小吉酱油，石村万圣堂，
stress 就不会念，误导。哎、欸，你不要误导我啦，误导。明太子哦，つくでよかった。博多永州，对呀。借景。大石什么？大石第二十六ビル。博多枪，博多枪什么？这就是乡下。放弃，我先不要钓鱼。没有饵，抱歉。可以把它撞倒，哎，它再起不能。他不会找我打架。没有哎，走了。拍谁？约在桥上啊，这张，我们约在这里。鈴木さん、待っとったわい。社長、お待たせしました。社長、振り込みは無事済んだと。ええ。そうね。でもよかね、鈴木さんは。俺とか今年で守るべき人間もおらんけ。金の使い道がなくて困るわい。社長。今も独身なんですか。いや、まあ、似たようなもんちゅうこったい。やけんくさ、今日は俺がパーッとおごっちゃけん。思いっきり遊ぼうやないね。算是单身。そうと決まったら、牵牛花欢迎。鈴木さんに今晩。来，多捐款，多捐款。我这边小朋友很听话。お願いします。そりゃそうと長洲には慣れたね。ええ、まあ。困ったことがあったらちゃんと相談せないけんよ。博多もんは情に熱いのがよかとこなんやけ。博多ラーメン。我只知道这个博多拉面。社長には感謝の言葉もありません。雇ってくれたなんてそげん。そもそもスカウトしたのは俺の方やろ。スカウト。しかし社長。挖角。スカウト。どうして俺なんかに声をかけてくれたんですか。そうやね。まあ。なんちゅうか勘ってやつばい。掉到一只大鱼。うまく説明できんちゃけど、俺は自分が好きになった男しか雇わんしぎたい。鈴木さんは信用できる男や。そげん思うだけん声かけただけばい。でも初めて社長に会った時、俺は。まああんま褒められた態度やなかったね。だって。30年もタクシーで客を相手にしてきた俺やけん、人を見る目には自信。開了三十年计程车，自己当社长也是蛮厉害的。この男は信用してよかって。好狂啊！やけん、お前さんも俺をもっと頼ってほしかとよ。ちこっと頼りなさそうに見えるかもしれんばって。喂，你是最帅的社长啊！社長、ありがとうございます。この町で社長に会えたのは本当に幸運でした。こそばかよ。ほんじゃ、今日は思う存分付き合ってもらうばい。はい。おお、ここばい。華為鳥。花見鳥。まずは博多名物水炊き爆王や。哇，这前面这一段好长啊！真的长哎，厉害。两位吗？有位置都可以坐哦。你好，欢迎光临。欢迎来到华为鸟，请问需要帮你点餐吗？请问几位？两位是吗？两位的话，我帮你带位哦，现在就有位置了。这个位置可以吗？虽然不是靠窗，可是这个位置很好哦。那如果需要点餐的话，再按一个呼叫铃，我们会帮你点餐，谢谢。抱歉。胶原蛋白布丁，华为鸟特制鸡肉，清汤炸鸡。能吃火锅啊，开玩笑。我们看一下精华套餐、华套餐、味套餐，现在都没有了。你说什么？什么没有了？
我现在都外带啊，谁要在店里面吃？这么恐怖，你敢在店里面吃吗？感觉这个好吃哎、欸！啊，怎么突然蹦出？啊，你杯子里面没东西，社长。ありがとうございます。ありがとうございます。直接撞人，直接撞路人。口に言ったね。ええ、さすが水炊きの本場ですね。醤油だしの鍋はよく食べてたんですが、鶏のだし汁で炊いた鍋を食べたのは初めてです。好吃。そうね、そうね。お、醤油ってことはやっぱり鈴木さん、関東の人なんやね。我最讨厌这么敏锐的人。いや。我最讨厌像你这么敏锐的老人。まあ意地悪なこと言うつもりはなかったとばって。鈴木さん、結構隠し事できんちゅうか、脇が甘かとこあるげん。干你屁事。あ、虽然你是社長、但是。ま、何はともあれ、口に合うてよかったばい。そしたら、次は屋台で飲み直そうや。わ。それはありがたいんですが。刚吃会变胖啊。社長、ちょっと、飲みすぎじゃないですか。胰岛素在这个时间点还在作用，真的会胖很快、啊。上場って言われよったくらいやけん。上場見。さあ、黙って俺についてこんね。会不会喝酒那个最后闹事，开始狂扁别人了。おお姉ちゃん、こげん時間に一人で歩いとったら危なかばい。そうそう、危なか危なか、やけん俺たちが守っちゃうばい。そげんといらんよ。そこ通して。ダメダメ。前門让开。こげん可愛か女の子にもしもんことがあったら心配やけん。だけん守ってあげちゃうよ。もちろん。連那种小混混路人都有完整的配音。呜。本当に大丈夫やけん。おい貴さんだ。あ、おっさん、今俺たちマジで忙しいっちゃけど、なんかよ。はい、同生。我们上吧。貴さんだ。寄ってたかってナンバしよっとか。恥ずかしくなかったや。説教やったら電柱にでも向かってしとけ。おっさん、どっか行かんや。うわ。おや。社長刚刚牙齿被揍出来，你没有看到吗？那是牙齿吗？何や、貴さんもこいつの仲間ね。とりあえず財布は置いてってくれりゃ許しちゃうけん。金ば出してさっさと消えんねえ、おっさんその2。ナンパはお前らの勝手だ。好きにしろ。だが、うちの社長に手を挙げたことは、落とし前つけてもらうぜ。おっさんがナンバー行きがどうとや。おい、ぶっ殺してやろうぜ。这个动作从以前到现在都没有变，那个挑衅的动作，那个混混的每次在挑衅都做这个动作。有。佐藤。啊，佐藤踩烂你的脸。最后这个画面。那个脸。バッテン、山笠組の人間やなさそうやし、ひょっとして別の組織の。余計な詮索はするもんじゃない。まだ痛い目に遭いてんだ。よかよか、鈴木さんもそれぐらいにしちゃり。あんたらもう行ってよかよ。すいませんでした。社長、你被揍了。你刚刚牙齿飞出来了。ありがとうございます。いやいや、ほらもう帰りにしない。あんま遅くなると家の人が心配するばい。はい。あの、そちらの方もありがとうございました。気にすんな。はい。それじゃあ。あ、为什么后面有一个人很生气的しかし插着他的手，这样看我们？
有没有看到那个穿红色外套，然后戴手套那个人？たまたまです。ふん。ま、よかった。次の店行こうか。请问刚刚那个对话视角是怎么回事？刚社长的脸完全看不到。哦，杨正。博多で遊ぶって言ったら、やっぱ屋台は外せんやろ。屋台で飲むのは長洲街の定番なんですよね。そうそう。長洲で飲むんやったら、腹満たした後で屋台で締めの一杯飲むとが博多もんの流儀たい。そうですか。さあ、それじゃ入ろうか。しかし、こげんして屋台に来ると思い出すね。鈴木さんに初めて会った時のこと。ええ、もう半年以上経ちますか。しかし、あん時は驚いたわい。鈴木さん、こん近くの屋台で地元の筋もんに絡まれとった女を助けたとはよかけど、その後、孫連中に殴られっぱなしやったけんね。你们有没有看到社长头上爆金？他很生气是不是？你没有看到吗？社长的头爆青筋呢？お恥ずかしい話で。いや、そげんことなかよ。俺はあん時確信したと。この男は普通やない。なんか心に秘めた強い思いがあるはずやってね。そんなことは。だけん俺は鈴木さんば助けた。そして自分の会社で働かんか誘ったとばい。信用できる男やと思うたけんね。本当に中島社長には感謝以外の言葉が見つかりません。いや、感謝しとうとはこっちばい。俺はあんタクシー会社をそういう自分によう似た仲間と一緒にやっていくとが夢なんよ。仲間？そう、仲間ばい。真面目に生きたか、正直に生きたか。でも、過去や複雑な事情が理由で、そればあきらめんなら人間もおる。俺は不器用な男たい。やけんわかる。不器用で真面目な男ほど、その性格が災いして厄介ごとに巻き込まれる。そして行き場を失っていく。俺も昔、よかれと思うてやったことが原因で、多くの大切なもんば失うてしもうたことがあって、ね。我猜、家人。でも俺は信じとう。不器用で一直線な男ほど仲間を裏切らん。何があっても信用できる関係になれるってね。社長。そうで、あんたはうちの会社に誘ったとばい。社長、我永遠都会跟着你。俺にはあん時あんたが孤独に見えてしゃあなかった。まるで昔の自分ば見とうような気分やった。人間は一人じゃ絶対に生きていけん。生きていくには仲間が必要ばい。そうは思わんね。社長、あん会社は俺にとって生きていくために必要な、そう、家族みたいなもんだい。やけん鈴木さんもそげん堅苦しくならんで、俺をいとこの一人ぐらいに思うて付き合うてよ。ほほ、はい。真的有这么好的社长？好扯哦。新奇臭い話になってしまったばい。ちょっと雰囲気変えてハイボールでも飲んでみようかね。ハイボール。ハイボール。あの社長。うん？鈴木さんもハイボール飲むね。いや、そこまで社長に思っていただいてたというのに。なあ、昔の話ね。はい。それは期間中約束のはずやろ。よかよか。我那个嘴角就挡住了。哈哈哈。跟你讲，惯老板很多。鈴木さんが何か事情があって長洲に来たとは分かっと。でもあんたほど嘘をつけん男が隠さなならん。人的一生中如果能够遇到这么好的老板，真是心の奥にしまっておいた跟中乐透一样的。一度口にしてしもうたら、この半年間
固くなに守ってきたもんが壊れてしまうかもしれんけん。まあ交通違反でもして鈴木さんが警察に捕まった時は保護者責任として根掘り葉掘り聞かせてもらうとしようかね。そうせんと俺も捕まってしまうかもしれんけんね。すみません。気にせんでよかよ。あ、でも一つだけ聞きたかことがあったって。何ですか？半年前鈴木さんが助けたアン美人、アン女の人、あれから連絡は取ったりしとった？社長、社長。あ、いや、そんなことは。もったいなか。アゲン美人、長洲の町探してもそうはおらんちゅうに。そうでしたっけ。顔はよう覚えとらんばって。え、美人やった。兄弟们，我们现在才在看剧情，对不对？才第一章的，第一部的第一章而已。我们看剧情就看了将近40分钟，好猛啊！なんでそんなこと？真好哎，剧情好长啊。鈴木さん知らんと。而且还语音居多哎。なんて言われとか。は？いや、怒らんで聞いてほしかったけど、実は。俺か。まあ四十過ぎの独身男が飲みに誘われてもいかん、風俗にもいかんとじゃ、そげん噂が立っても仕方んなかやろね。いや、挑衅案やな。うん、何？実は結婚しとったりすると？いや、そうじゃないんですが。まあこれも鈴木さんが堅物すぎるけん出た噂やけんね。是被誤認成 gay 是不是？気が乗らんとは分かるばって。たまには会社の仲間ともお姉ちゃんのおる店行って酒の一杯や二杯付き合うてみるともよかと思うばい。はいはい、今はいって言うたね。ええ、そうですか。よし、それだ、今から行こう。電話急いで準備。你要请客欸。社長、もういい時間です。これからもう一件というのはちょっと。对呀、很贵。今行くって言うたやん。我还有一群小朋友要养，我不要去酒店。对，社长请客。大丈夫大丈夫。仕送りしたりして鈴木さんが節約しとったら知っとるまい。今日は俺が全部おごるけ。一件だけ。谢谢。我们有这么好的社长，真的是一生的福气。谢谢。わかりました。哎，这么好的社长哪里找啊？这么好的社长，请问？重情重义，然后花钱不手软，哇哦！也不会随便问你一些很私底的问题，哇哦！怎么还没有交朋友？交女朋友啊？啊，怎么还没结婚呢？啊，哎，你家小孩啊？怎么样啊？什么的？一枪切里卡，お姉ちゃんばつけてほしいちゃけど、ナンバーワンの子。それでは。ご指名ということでよろしいですか？指名料金は別途加わりますが。お金は払わん、フリでよか。バッテン、ナンバーワンの工場頼む。お客様。すいません、お金はちゃんと私が払いますからお願いします。はあ、それでは2名様ご案内いたします。我不要指名但我要红牌。欸，五代有公关俱乐部可以玩吗？经营公关俱乐部。どうも、ももです。好丑。抱歉，不能取笑天生与生俱来的特质的东西。抱歉。长得很特别呢。欸，这个社长头真的爆青筋的，到底怎么回事啊？他随时随地都很暴怒，是不是？どうも。
まゆみです。まゆみ、这个长得比较不特别一点点。そうかね。そんなことないですよ、私も年なんで。なんば言おとね。鈴木さん、よかおなごやんね。社长，你这个样子看起来真的很恐怖，感觉像随时随地都会暴毙的感觉。啊，喝啊喝啊，继续喝啊，喝到一半，就直接死掉了。谢谢，我要喝开水。哎，社长，你手摸哪里？翅膀的，你刚看到吗？社长，他手摸哪里？社长，你刚手摸哪里？セカラしか客やね。誰ねあれ？啊，うち还是这种店就是能这样。ケツ持ちって本職の連中？やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。なしてそげん連中が飲みに来とったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと。今日は特別らしかとよ。なんか今東京の確か道場会とかいう組織の人たちが流すに来とってね。消息传那么快啊。店に来られんよ。上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあもう給料日に来んでもよかろうもん。なあ鈴木さん。やけん困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。それにあげん酔っ払って。日本是月底发薪水还是月初发薪水？还是月中发薪水？なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。道場会のやつらなんか。今すぐ福岡から追い出したらよかっただけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰すぎや。どうせそげんもん買う人って登場会に連中が威張り腐りよるだけやろ。干也不看看你们什么哥。本気は何。你们才500人而已耶。全くばい。敢跟你们交可以跟你们交杯，你就要偷笑。堂島大吾とか言うとったが、まだ36らしか。36? 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。没有、老爸是个烂人。週刊実話に書いとった。やっと、大吾的老爸是个烂人。そげんボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。あーくそ、んなことやっとらんぜ。こらかい、気が利かんな。这边的小姐发型蛮漂亮的。早く新しくやつは持っておんか。はい、ただいま。お客様、お待たせいたしました。遅いってさ。はい、失礼いたしました。和气身材、和气身材。お客さん。頭んきた。社長、不要。俺が追い出しちゃ。社長、不要。社長。よかってよかって、俺に任せとって。社長、社長死了。我们在这个剧中遇到的第一个好人要死了。こげん店で飲むときは、他の客のことも考えろ。又被揍。この酔っ払いが、なんば俺たちに文句も垂れとったや。下っ端がこうも安易に肩着に手をかけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか、貴さん、誰やこれ。来、脱衣服了、同僧。なるほど。俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ。我叫铃木太一，请多指教。なんわけわからんことざぎおとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切りうさばらしばさせてもらえてんな。这是 boss 吗？死にさらせおら！
比较多哦。还可以武器熟练度上升呢，叫练等呢。哎呦！把我椅子的熟练度练高一点。欸，真的很烦哦，干你妈三眼。这对这个游戏真的没慧根欸。好了，我要死了。ここで進路考え。直接强制赢欸，好爽啊。ご迷惑をおかけしました。いえ、こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお灸が据えられてよかったと思います。多分、もう二度と店で飲もうとは思わないでしょう。我来这边打工。そうですか。あれ、あの連中は何言ってんですか。中島社長が倒したんじゃないですか。わ、社長英明。こんなこと。それじゃあこれで。いやー、よか店やったばい。俺今度からまゆみちゃんば指名しよっかな。去、都去。それじゃ、明日も仕事頼んだけんね。お疲れ。お疲れ様です。辛苦了、辛苦了。回家喽。哇，酒醉会这样啊。月桃温泉，哎，抱歉。泡个温泉。不行。为什么这个地方很像礁溪？不知道为什么，很像礁溪。公音，对啊，很像礁溪，不觉得吗？长相帅气的青年，是那个温泉街吗？旅馆街？对对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 对。
哈哈，酷哥，古墓，古墓中介，他是那个吗？古墓师傅的孙子吗？虽然根本比不上我，你确定？可以不要吗？我想回家。一定要找我干架，这个人一定要找我干架。本気で来いよ。やるのか。哇，好帅啊，这个。乌拉乌拉乌拉！满意了没？没事就回去吧，小鬼。哼，你该不以为刚才就是我的真本事了吧？哼，真是典型的不服输啊！但你心里也清楚，我们双方都没有尽全力了。大叔，你很久没跟人动手了吧？身体明显变迟钝了哦。到你现在这个状态。我们也没什么好说的，嗯，就这样吧。你有空的时候尽管来找我，我会破例免费给你建议，让你恢复到全盛时期的实力。他是喜欢我们啊，他是喜欢童生，怎么突然来找我们做这么好的事情？不过等你能使出全力时，就要和我认真过招。这个条件怎么样？随便动手揍人也不给个理由，还突然摆出师父的架势，反正也没什么好隐瞒的。等你能像样的干架，我再告诉你原因。不过大叔现在也算很强了。若觉得我多管闲事也是你的自由，真会自说自话，多谢夸奖。总之，我会不抱期待在这里等你，有兴趣再过来找我。再说吧，哼，当然每天都要过去揍你啊。右下角，我通常都在待在这附近的，有空欢迎来找我。如果我不在，我就去补习，请多指教。我要去吃饭。等一下，等一下，等一下，不要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 揍我，不要揍我！住在温泉街附近，晚上睡觉的时候一定很吵。如果是那种很浅眠的人，然后一定晚上一定会被车子声用醒。可以使用秘密基地了。不知道为什么童生的杯子里面有两个牙刷、欸。我刚看到了，为什么？为什么要两个牙刷？睡觉。第一次看到童生穿这个装，看起来比较年轻的感觉，那种后面有帽子的那个连帽 T 恤。これでも俺なりに精一杯、いばらの道を歩いているつもりなんですよ。四代目。
ただいま。谁啊？もうお湯沸かしっぱなしだよ。什么？ただいま。竟然是真宫。啊。おかえり。童生，你这个家伙真的是，哇哦，哇哦。哇哦！我除了哇，我不知道说什么哎、欸。哎、欸，不对啊，那这样六代为什么没出现？真宫在五代是童生的女朋友的话，为什么六代没出现？啊，完了，我只有不好的预感了，会不会死？啊，最后一定就挡子弹了，每次都要挡子弹啊！已经知道怎么死了，不然就突然又说什么？我要去美国，拜拜。无数之客，哦，这么好哦，哇塞，童生，娶回家了啦！牵牛花需要妈妈。啊，怎么只有单人床？啊，おはよう。すぐできるから待ってて。难怪杯子里面有两个牙刷。あ、そうそう。制服のワイシャツ洗って干しておいたから、今日は新しいやつ着てってね。そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろ。え、人家帮你洗、你就要偷笑了。私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする。勝手なことはしないでくれ。臭傲娇。相変わらず釣れない人ね。大体何日連続で来てるんだ。たまには自分の家に帰ったらどうだ。いいじゃない別に。そういえば昨日社長さん相当飲んでたね。まあな。中島さんもあの年で独り身だしな。你自己还不是一样？え、そうなの？てっきり結婚してるもんだと思ってた。なんでだ？你自己还不是一样童生？左手の薬指にさ、溝あるじゃない？溝？うん。あの溝って10年20年も指輪をつけた後だと思うんだよね。そうなのか。鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。え、不对。你人家真宫跑来你家睡觉，你怎么睡床上？啊、真宫睡哪里？地板是不是？今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって、あたしが来た方が嬉しいでしょ？对呀、何を言ってるんだ。ネクタイ曲がってる。哇、哦，哎，这招真的很有杀伤力哦。これでよし。结果他刚裤子怎么换的？瞬间换完了。牵牛花，娶回家了啦，童生。いや。それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。童生怎么跟真宫相遇的啊？还是觉得很奇怪。童生，怎么讲？童生刚看他是睡床上了，所以他叫女生睡地板，还是他们两个人睡在单人床上？飞车岛，那个问号是什么？見つけたばい。看板見落とけこれ。
今じゃない。你说一开始童声就是救的那个女生，对不对？啊，那社长认不出来。10,000元。问号是什么？那个，你有看到我本来放在这边的考古题答案本吗？我好像掉在这个地方，掉在某个地方。什么？怎么办？请你不要现在责备我。玻璃心，我也没有时间去天满宫。要是能解答这一则考古题就好了。你们会吗？我相信你们哦。我觉得这种我一定答不对。来吧。等一下，刚他不是说他的考古题本不见了吗？你现在手上拿的那个是什么？我心不甘情不愿的服从。缔结，充实，追着，狩猎，缔结主从，这个吧。大学入学考只有这点程度吗？干数学完了，我数学最烂。请从以下选项选出同时掷出 A、B 两者相加数字为7的几率。几率学是不是？同时掷出骰子 A、B 时。两者相加为7的几率，3跟4或4跟3啊，6分之2，1/3，1/3乘1/3不是1/9吗？3+4，不，3+4，4+3，2+5，1+6，1+6，24，3。16253443，4/6，51，对啊。不是有很多种吗？一也有配对啊，2也有配对，3也有配对，4也有配对，5也有配对，6也有配对，每个都行啊。每个都行啊，可是骰子有六
六乘六，三十六，三十六，三十六分之，怎么办？我不会，我想直接作弊。人中之龙，猜谜之线。答案是六分之一耶 ，Why？ 请问这什么？这什么意思？因为每一个都筛得到吗？因为一可以跟五配对嘛，二可以跟一可以跟对一可以跟六，二可以跟五，三可以跟四，四可以跟三，五可以跟二，六可以跟一，所以每一面其实都筛得到，所以不管筛到哦，所以第一颗骰子不管筛到什么。第二颗骰子都是六分之一的几率会骰到，就是你要的那个数字。哦，我懂了。哇、wow、哦，是这样啊、哦。他的解释原来是这样。日本史完了，我也不会。1853年黑船来袭，贝里嘛，成为江户幕府的大佬，在后来的樱田门外之变被杀害的人物是谁？谁知道？谁知道？你们知道吗？被杀掉那个人是谁？你们知道吗？我刚看到答案了，是这个。这字怎么念呢、啊？宫百宫。物理，物理还行。将物体移往高处时，会根据与基准面的高度决定大小的能量是什么？物体移往高处会根据与基准面的高度，会根据与基准面的高度决定大小的能量是什么？未能吧？英文的问题。英文还行，应该没有很烂。Be out of order， Be out of order 是那个吧？故障吧？哦、okay, ，要直接选吗？我很害怕我选错哎。我觉得是这个故障，对不对？直接选啊！是。正确答案这种东西，不管什么时候都是之后才会知道，在这种时候只能相信自己。
注意哦。你是在这边等别人考完试的？哇靠！你不用上班吗，童生？醒酒投军，哦，哇哦！上个厕所，呼，回来了。双手轻量武器等级三，小刀类、刀类、棒类、铁锤类。哇、哦，他这次终于有教学，教你怎么用了。他这次连支线，就是如果有支线的话，就会用一个问号来显示。总算做的真的比较好一点点。快，这就是快速。我也没看过什么东西。福冈也是这么一堆北齐。
有点不太妙。前面的小兵就这么会挡吗？没什么破防的手段吗？怎么不一开始就不要来找茬啊？死到临头才知道啊！怎么那么多人？抱歉。还是因为我穿这个、啊，我的黄龙丢出去了，对不对？把我的黄龙送出去嘞，完蛋了！我的黄龙束缚没了。永田先生，永田是谁？暴走族，极恶飞盗，永州恶魔杀手。抱歉，我没听过。所以这时候就跟恶魔杀手结下梁子了，是不是？哎呦，开计程车，难道我们可以开车了吗？首部可以开车的人中之龙。いや、頭バテンおかしかっちゃね。なんか二日酔いやなくて。頭ば激しくぶつけたことは痛さなんやけど、俺昨日転んだりしようらんかった？昨天被揍两次。いや、でも念のため病院に行った方がいいんじゃ。よかよか。こげん見えても石頭やけん。それじゃ、今日も仕事頑張ってくれんね。ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。わかりました。林川，牛奶，
哎、欸，把我的黄龙束缚还给我。春松，啊，可以开车了，可以开车了，可以有车可以开了耶！开车喽！好玩呢，我刚完全没有看到什么东西。R2 油门 ，L2 刹车，变更视角，重置位置，回应回应回应，闪动方向灯，按喇叭。驾驶中右方会出现扣分点，以下的驾驶方式会扣分，乘客的印象也变差。紧急刹车，闯入车道用路人，紧急加速，逆向行驶，紧急转弯，违反交通规则，偏离车道，无视号子，擦撞，切换车道是不打信号。怎么可能慢慢刹车？你这样按都是紧急刹车呢。我刚真的很轻的按刹车，还是紧急刹车。这个慢慢踩油门是可以的。可以打方向神作，我觉得可以开车很爽啊！这个游戏，有这个开车就包，我觉得就有加分了，至少不用一直走路。哦，还要陪他聊天。赶他们超车啊！我现在不敢飙太快，因为我怕会扣分。哎，妈的，鸡掰用路人！还要跑到这边暂时停止，完了啊！我要怎么往前？绕一圈啊！我刚错过了。
欸，这个点真的好严啊，这个点超严格的，欸，应该右转吧，这个红灯怎么那么久啊，紧急加速，我哪有紧急加速，我慢慢开呢，完蛋完蛋，我刚刚原本说加分，我觉得这个游戏越来越扣分了，shit。他强制左转，好不习惯左驾，啊，左驾有一种很神奇的感觉。你只有那种违反交通那种感觉。干嘛？那个路人还被撞死是不是？好啊，你们想被撞死是不是？欸，我真的搞不懂这些路人了，怎么办？看我干嘛？走开啊！走开！哇！这游戏，哇哦！你还随便？到着しました。好愤啊，那个路人在干嘛？呵呵。哎，那路人到底在干嘛？不会过马路是不是？好讨厌啊，专心开车不行吗？一定要聊天吗？很讨厌耶，其实我很讨厌边开车边聊天，除非你真的很习惯，不然我觉得边开车边聊天，我觉得有时候对驾驶搞不好是个负担。哎呦，ダメだね、ダメよ。
你没有听到？你没有听到这首歌？バカみたい子供なのね。哎，为什么第二段？夢を。奈安呢？还可以，要用博多枪还是还可以？还可以。觉得是鸡肉火锅。竹签组。哦，什么东西？恶魔杀手，我要赛车了，是不是？不用在意我跟那些家伙一决胜负，你说的哦。自动车巡逻队，警罗队的现役警部。来，尬掐。我要上了，不要让我接客了，让我赛车就好。同声一马 VS 恶魔杀手永田，是啦，挑衅语气是正方形，甩尾是圈，飙车热且动作三角形。Gas 按喇叭 L3 左右移动。还刮底盘，这台车的底盘到底有多低？还蛮爽的。使用涡轮，涡轮会随着时间逐渐增加。OK。画面中出现跟上图一样的图示，其实就是做出飙速热血动作的机会。当左下角变蓝色的时候，会出现该图示。哦。秘技爆裂油门，哦，好爽啊！啊，不是飞车党，怎么不骑摩托车开车啊？开这种烂车。永田，哎，警察逮捕他！喂，爹，该不会以前是飞车党？不，我只是个计程车司机。
警察竟然会坐计程车耶，这么有钱。ここは俺のお気に入りの店でね。まあ遠慮せずに食ってくれや。哎，对，还没有问他的名字哎，他的名字叫什么？いただきます。现在应该会讲啊。うん。まあしかしすまんかったな。面倒なことに巻き込んじまって。やつらデビルキラーとか言ってました。デビルキラー。デビルマー。流すデビルキラー。あれは誰だ？この一帯を牛耳ってる走り屋チームだ。昔は走りを追求するストイックな集団だったが、今ただの暴走族。悪さばかりしてる最低の連中だな。そうなんですか。だが、そういうことなんだな。運転手さん、完全に奴らに狙われちまった。奴らは狙った獲物は逃がさない。きっとだ。あんたはレースバトルを彼らレースバトルを。で、私はどうすれば。それなんだが、ウンちゃんには勝負を受けてほしいんだ。そして、反咬他们一口。奴らを返り討ちにしてほしい。ほう。本気で言ってるんですか。他们尬掐。冗談みたいに聞こえるかもしれねえが、俺は本気だ。あんたの腕を見込んで頼む。Do you like my car?好，我们就把这个赛车全部赛完。では速さが全てだ。どれだけ強制的に捕まえても、レースバトルで負けなかったら、奴らは全く思わない。奴らを実質的に潰すには、レースバトルでコテンパンにするしかないんだ。あいつらも、あれで一応走り屋だからな。警察做事好吗？我々警察が奴らと一緒にレースバトルをするなんてことは当然許されない。だから。俺らの代わりに奴らと戦ってくれる。好瞎哦，怎么可能？执法警察。私だと。あんたはいい腕を持ってる。あんただったら奴らをギャフンと言わせることができるかもしれない。俺はそう思ってる。頼む、協力してくれねえか。奴らをこのままにしておくわけにはいかねえんだ。しかし、あいつらはここ数ヶ月でどんどん勢力を増してきていやがる。被害も増える一方だ。最初はあいつらも走り屋だけを標的にしていたからまだ良かった。だが最近じゃ一般人でもお構いなしだ。家族連れ、请给我警笛。あんたは本業のタクシー運転手だって。我们把我们车改装成警车啊。タクシー運転手。ああ、あいつらをこのまま放っておいたら、いずれあんたの同僚も危ない目に遭うかもしれねえ。ウンちゃん、頼む。この通りだ。俺はこれ以上被害者を出したくねえんだ。わかりました。わかりました。そうか。ええ。俺で役に立てるなら。ありがとう。すまんがよろしく頼む。さあ、遠慮せずにもっと食ってくれや。腹が減っては戦はできぬっていうか。我把你吃垮。付き合ってくれてありがとうな。これからいろいろ迷惑かけると思うが、よろしく頼む。はい、よろしくお願いします。ああ、そうそう、申し遅れた。俺の名前は古道だ。古道、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 梅子绿茶、キリュウ、いや、鈴木と言います。あんたのレースバトルを邪魔しないように警察には俺から言っておくから安心してくれ。それじゃ、頼んだよ、鈴木さん。好扯哦、这个警察。ただいま戻りました。ああ、鈴木さん、和田サンバ送ってもらって悪かったね。今日はどげんやった？お客。いえ、それがデビルキラーという連中に絡まれました。どうされましたか？ああ、いや、何でんだか。デビルキラー。
あの暴走族みたいな連中のことですよね。ええ、彼らにレースバトルを申し込まれまして。看来他们都知道恶魔杀手。まったく、こんな素人相手にバトルを申し込むなんて、やつらには走り屋としてのプライドがないのかよ。それでどうなったんです？勝ちました。え、デビルキラーに？ええ。そして県警の古道という方からデビルキラーをレースバトルで倒してほしいと言われました。恶魔杀手。レースバトルで倒すことが。そんなことって。そうね。鈴木さん。事情は分かったわい。その古道さんいう人には俺の方から確認ばしておけ。那我可以改车吗？应该可以改我们的计程车吧。すみません。面倒なことに巻き込まれてしまいまして、ご迷惑ですよね。迷惑だなんてそげんことなかよ。鈴木さんが悪いわけやなかっちゃけ、謝らんといて。悪かとはデビルキラーなんやけ。Crazy Taxi 社長？あ、悪い悪い。とりあえず鈴木さん、社長、今日はお疲れ。我要求改报我的计程车。我要加装氮气喷射器。ジムの平川さんに声ばかけてみて、利用依頼が来とうと思うけん。干嘛？わかりました。他们看什么？よろしくね。OK， 杰克，立刻出发。所以开车开计程车载客就是主线啊，如果我不开计程车载客的话，就可以跑支线。我懂了。来てもらっちゃってごめんなさいね。ここら辺は全然わかんないもんで。いえ。あ、僕達也って言って、主婦やってんですよ。テレビとかにも出てんですけど、知りません？不知道。すみません。あまりテレビは見ないもので。ですよね。テレビとか見なさそうな感じですよね。ね、なんかここら辺で美味しいお店教えてほしいんですけど。那个鸡肉火锅。雑誌とかテレビとかに紹介されてないとこがいいな。美味しい店ですか。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。啊，开车载客，好紧张啊！那些路人真的是机车。哎、欸，到了、欸。ここです。へえ、水炊きの店ですか。店構え、雰囲気ありますね。さてと、それじゃあ行きますか。啊、我也要进去吗？私もですか。当然でしょう。もし一人で行って微妙だったら困るじゃないですか。は、はあ。可憐な。いらっしゃいませ。你卡先借我。请客，请客。大爷请，大爷请客。おすすめは。一番人気の水炊きでございます。なるほどね。じゃあそれください。かしこまりました。お待たせいたしました。水炊きでございます。へえ、結構家庭料理っぽい感じなんだね。それじゃあいただきます。おいしい。これ美味しい、ね、いや正直ちょっと感動しました。最初ちょっとね嫌な予感がしてたんだよね。なんかご当地料理ですって言ってどこでも食べれる水炊き出てくるんじゃないかって。
いやもう全く違う。鶏のいいお出汁出てるけど、ほとんど臭みがなくて。鸡肉应该本来就没什么腥味吧？作ってるんだなって。鸡肉有腥味吗？感じるね。これはね、参りました。ありがとうございます。料理長も喜びます。運転手さん、いい店教えてくれてありがとう。はあ、気に入ってもらえたなら良かったです。好轻松哦，这样就可以赚钱。おいしかった。運転手さん、結構グルメなんですね。いえ、普段は食事は簡単に済ませてしまうので、あまり。そうなの？そんなのもったいないですよ。料理って不思議な力があると思うんですよ。食べた人が笑ったり喜んだり幸せになれるんです。我也觉得吃东西是最幸福的时候。我现在就在吃东西。抱歉。料理には何かがあるって思ってるんですよ。気持ち一つで普段の食事がいろんな力になるんです。これってすごく素敵だと思いませんか？そうですか。あんまり伝わらないかな。あ、そうだ。僕まだこの街いろいろと食べ歩きする予定なんで、暇な時に声かけてくださいよ。美味しいものを楽しく食べると、知道。いろいろといいことがあるので、教えてあげますか。我开始在这一代体会到什么点了吗？哈，这一代的支线真的做得很用心。你有没有发现？恶魔杀手、打野。然后古墓的孙子，我猜是古墓的孙子，都有一系列的支线哎，就不会像三代可能路边随便说，我跟别人路人讲话说，我有支线，就帮我救我这样。像我们第一个遇到那个帮忙猜谜那个比较像三四代的支线，可是就算是我们一开始遇到那个帮忙他解题的那个考生好了。也让我们烦恼很久，也是很好玩的支线，所以五代开始他们的支线才进步，是不是？鈴木太一さんですね。谁啊？少々お聞きしたいことがありまして。星星跟猴子。お時間いただけないでしょうか。东城会的小弟们。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。还没，我工作还没结束。運転だけが仕事じゃない。我去吃饭。いろいろやることがあるんだ。想动粗啊，星星。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。又要打架，又要打架了。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。我在说我刚吃的东西好辣。你们喜欢吃辣吗？我越来越不能吃辣了，不知道为什么。大雄吃啥？咸酥鸡。叛徒，干嘛？我也很久没吃宵夜了呢。何のようだ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東城会の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、
本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方？ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないです。あ、下午跑了。堂島会長が面会終了後単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うためここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東上界の四代目桐生一馬さんだったとは。正直今も驚いています。人違いだ。改变。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか？不知道。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。是。我真的不知道他去哪里。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。あ？本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか？切中主義。そうです。東上界は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか？そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか？愛蔵。正常、正常。我也是这样认为的。自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直、四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛蔵。今回の山笠組と大吾这么亲民哦，还跟这么底层的小部下讲那么多事情。山笠組と東条会は格が違う。五部の杯なんかありえないと。是，我也觉得很荒谬。でも会長は四代目との約束を守るため、泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目。あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。お、想被揍吗？会長は友達じゃねえのか。あいぞ。どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまでしら切り通すんだよ。あいぞ。その手を離せ。
話せと言ってるだろう。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。是。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。おお。なんだと。おお。あなたが東条会の四代目だというなら、どんな事情があれ、我々が手出しすることなどできません。ですが、あくまで一階のタクシードライバーだと言い張るのなら、可是黑道不能随便欺负老百姓吧？啊。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。肩着に手を出すってのか。間違いは承知の上。しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我蛮喜欢这个箱子的。我々はヤクザなんです。不知道为什么。いざとなれば。暴力を使うということは很意外。ご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。はい、全力で行かせてもらいます。森永悠跟香泽圣人好快啊。刚刚一直看到一个红色的纸可以按，我也找不到时机按下去，但是速度好快、啊。不对，不是香泽，不是香泽，是森永啊！我比较喜欢森永。我到底能不能按呢、啊？我怎么都按不出来啊！然后我一直是为了要按出那个东西，然后一直损血，其实不太会损血的。我觉得，如果我就用平常的打法跟他们打，我应该不会损血。我想看那个红色的级到底是什么东西。我一直很想按出那个红色的字，你看，用这一瞬间。
哦，有了，王龙的 Kiwami， 完了，按错了，一直按错了，好帅。我是铃木太一。俺が知っていることはすべて話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。呀，我要看有没有支线可以解。红濑桥这附近，记得来找我哦，打野。红濑桥在哪里？哦，好多支线哦，你没有看到？一、二、三。哦，他在这边，打野在这边。四、五，好多哦。先解左边的。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哦，平川，捡垃圾。好，捡垃圾，我捡爆。垃圾，垃圾，哦，不是，哦，这是拍照的，我还没拍完。啊？北川。自找死路，有垃圾了，没错，人间垃圾。怎么了？啊？怎么突然他同声想吃东西？呀塞！谁？要你管，人长什么样子是天生的，都是一种特色，好吗？尊重、包容。哇！博多人真好，博多这边怎么人这么好啊？都请我吃饭呢，怎么这样子？谢谢。极软软面、普通硬面、极硬半生，我喜欢吃超硬的。你们喜欢吃哪一种口感的面条？我喜欢吃那种它的面心还没有完全煮熟那种，很好吃。嘿，最喜欢硬的面条。还有就是，平常你们泡泡面会泡到就是面条就是软软的吗？我会泡到就是它根本还没泡开，我就拿来吃欸。怎么了？
忙翻天，人流瀑布。来，我来煮。哪有一天没营业就要关门大吉的？来，是哟。有六种硬度吗？取出面条，取出面条，决定取出面条，取出面条，取消。哦、有点难，是怎样？客人点单时会选择面条的软硬，接到点单之后，同时会开始煮面。面条的软硬度会逐渐往软的方向移动。请在达到客人所要求软硬度时按下按钮，将拉面端给客人。OK。要连续完成客人要求之后，客人点单速度也会阶段性提升。做错误太多次就不会进到下一阶段。客人最多会连续来一百人。哇哦！请以面王为目标努力。哈哈哈！来，先生。利亚瓦。急转。啊，完了。哦，是这样子哦。不吃。有。软面。软面。我会了，我会了。软面。九爱格力。快点再来，拜托。翻桌率上升。急硬。让半身最难按。我要成为面王。对，半身最难按。都还没有人点过急软。翻桌率上升，再来，我要成为面王。这好玩耶，眼花缭乱的感觉好赞。来，再来，再来，面王。啊，完了！
バリカタ。お待ち。へい、お待ち。バタ。ヤマ。一丁上がるい。おいしい。バリカタ。一丁上がるい。バタで。崎さん、すぐ来れ。へい、お待ち。粉落とし。お待ち。粉落とし。一丁上がるい。へい、お待ち。ヤマ。へい、お待ち。ヤマ。いっちょ上がれい。肩。はい、お待ち。やわ。いっちょ上がれい。肩。はい、お待ち。バリ肩。はい、お待ち。やわ。はい、お待ち。バリ肩。はい、お待ち。肩。はい、お待ち。バリ肩。はい、お待ち。我现在很认真。いっちょ上がれい。いっちょ上がれい。可恶，只有一个，我不能成为面王了。啊完了。完了，完了，抱歉。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。完了。完了。バリカタ。可恶，我没有成为面皇，好想成为面皇哦。哦，哎，面王，哦，那一百个人都成功的话是什么？超面王吗？面之王降临谢谢。欸，好玩欸，这个支线。哦，我好廉价。哦，我下次一定要100。我自己偷偷玩把它用到100。刚刚看到这边有亮亮，巨大垃圾。还有哪里有支线？这里有支线。想吃拉面，让我吃一下。莫名其妙按到拍摄了，还差四张。我觉得五代蛮好玩的，五代真蛮好玩的，怎么像？耶塞！啊，对不起啊。哎，我不要，我要吃豚骨，我不想吃叉烧。ありがとうございました。
垃圾，垃圾，我看到，看到，看到，在这边，巨大垃圾，哇，有种做了好事的感觉。前面怎么了？钱包被别人抢走，连果汁都没办法买。酷哦！我要去讨回我的那个。可恶，不行！是什么？当铺？当铺怎么进不去？啊，这是什么？这是什么？いらっしゃいませ。哦，可恶！ありがとうございました。肚子不饿。七福神是卖什么？卖票是不是？拍谁？哦，垃圾，垃圾，看到了。ここ兄ちゃん、ちょっと殴らせんで。哎呦，三力组。宝田，他刚怎么回事？怎么刚站在马路上踢 pose？ 耶！爱唱反调年轻人，现在不是港口节的时节，怎么可能有电子花车在跑？真的啦，我真的看到了啦！车顶上的灯一闪一闪。那你说的是计程车吧？我可没有听说计程车的电子花车。请问一下，我不是可疑人物，你们刚刚的电话那天我说过我听，计程车怎么了？闪红灯的计程车，恶魔猎人是不是？恶魔杀手？这样子哦，哇，上了一课哎，原来是这样子哦。永州大道往前的十字路口向北转弯那边，流氓，走。一级决胜负，这个好强！先擒王之后，然后直接把他的小弟一拳打死。快断掉的立木刀，这里是。哦，乐视，好赞！喂，止まらんか。目障り。やるの。
来不及。爽。半端なか。すまんかったばい。不夜城。那什么 ？Joyland。哦，不是不夜城，是不夜娘哎。好、哦。金箔色的流星。车手队林女首领的车子。哦。都市传说。OK。师傅，广州大道南侧，好吧，就顺路去找一下师傅好了。希望他没有在吃饭。ちょっと待て。怎么了？この世の地獄場見せちゃ。仕方ない。我说。千块，切！哦，乐色，耶！对哦。我就知道是他爷爷。再以实力把你击溃，是什么反派的那个会讲的话？按住 L2 的时候可以。可以封住所有热血动作。来，六，我就看你有多少能耐。好哦，防御，硬汉我知道，反击。他会挡，
好痛！哇吼！哎、欸，少啰嗦，下，臭小子！哦，硬汉，硬汉！抓几 kick， 还跟我开玩笑，扣住。来，再来、啊。斩升级，开始。本気で来いよ。等一下、哦，我先点个技能。我有九个，真的蛮简单的，只是他会生气，至少被揍一拳。
谁压的比较快啊？啊？我是最强且最帅的好嚣张啊这小子。叹为观止的垃圾，吃个饭然后再回来跟他扁。这附近有没有吃的？会比兽屋无屋没有的。先去解别的支线好了。そこの兄ちゃん、お前め。おいおい、兄ちゃんよ。ガンバ飛ばしたろうが。ダメだね、ガンバ。因为附近没有东西可以吃饭，我好像找垃圾，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 发光的垃圾，发光的垃圾，八千八千。哎呦，在欺负狗狗是不是？我可以这样。哎呦，妹妹，嘿嘿，来接石头。没错，那时候有帮那个一代的那只狗狗捡石头，然后打回去。哎、欸，对啊，我们一代的时候不是有救那只狗吗？那只狗跑到哪去了？有一代的跟哈鲁卡，那时候不是一开始遇到哈鲁卡吗？有遇到一群就是流浪汉在欺负一只狗狗，然后重生的时候就是他们在对狗丢石头的时候，就是重生直接接起那颗石头，然后再丢回去，然后扔死一个人，也不是扔死，就是让一个人直接破眼。有这一段。一二三口香糖，哇！离家出走，
那来我家，小圆，小圆瑶啊，也是哈鲁卡。啊？为什么？童生，你 这句话 就没什么资格去讲了啊！你自己抛弃牵牛花的小孩们跑来这边干嘛？葡萄牙咖啡，葡萄牙。不要走，不要走，拜托不要，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 不要。哎哎，そこのお兄さん、かっこよかね。バッテンムカつくったけど。こせい、いや。一拳好帅！調子に乗ってしまった。本当にすまんかったばい。ねえ、なんで？博多汁。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとう。这边不是吃的店，我也是吃的店。哪里有吃的店？救我！服务，服务什么？算了啦，死马当活马医吃。いらっしゃいませ。ありがとう。ありがとうございます。おお。我要多。他家那家咖啡店在哪里啊？他没有讲。逃走了，但有经验值吗？好、哦，有，这样就好。
们的公司欸，我们公司有支线。醉啦。我哪是第一名，春松才是第一名吧。橡胶球可以干嘛？完成竞速任务或接送任务，公司会依照次数给薪。任务什么？雕塑。接送任务自己慢慢接送就好了。啊，春松，为什么在唱衰我？春松，你是不是也是恶魔杀手？嘿。来 ，Fast and Furious。啊，看起来更弱的感觉。四天王，一定有五个。ドライブと行こうぜ。止められるもんなら止めてみろ。最好奇吗？おいおいおい。何？大哥。お先に失礼。何？一次赛道只能用一次级，是不是？那有点小可惜。那最后的 turbo， 最后的 turbo 用在最后冲刺那边了。啊，这样输了。第二趟的时候再用起 ，OK。さて。
やるな。お酒に失礼。何？あ、按到。ドライブと行こうぜ。他看你不了我吗？所以，训恶魔杀手。何？春松在看衰我、啊。啊，什么职场的什么职场霸凌？可以改造，我就知道。好，该不会我们要去收集就是车子的零件吧？行驶可以获得继承者点数，我觉得这些接送任务啊，跟自由任务，我就自己玩的时候用。我觉得开台我就不要用这个，怎么样？我会留赛车啦，我会留赛车。那普通的接客，我就自己玩的时候自己解一解就好。我比较想知道那个小女孩她的爸妈在哪里，那个咖啡厅在哪？在前面吗？停车场。飙车了 ！Got you, need it, did it, did it, did it。绑架犯，难度三颗星哦。有关胜利条件和比赛条件，必须在限制时间超越对手才能获胜。有关失败条件，絶対逃げ切ってやる。
正这边就是有 turbo 就按 turbo， 一定要追上就对了。不能一直撞他吗？行かせてもらうぜ。你呢？用火焰擦撞他。好丑啊！细田。真是破洞哎、欸，脑袋！来，你把拿枪打死！直接把别人的武器收到怀里，好爽啊！你就好好在监狱里反省你做的事情吧。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟嘟，没错，我只是个计程车司机。哦，20000块，多谢谢。やめんね。我刚刚铃木的计程车撞了很多次。他车一定一堆疤痕。欸、可恶，那个小女孩的爸妈到底在哪里？我好想解完那个支线哦。很想要解完。里面还有一个支线哦，垃圾哦，还有垃圾。咦、那个钓鱼的任务感觉就不是他爸妈，先不要紧。我找咖啡店。永州大道，看一下。永州大道在隔壁。
哎呦，礁溪到了，永州大道就是礁溪。ちょっと待たんか。殺しちゃう。相手するしか。上天。許してくれんね。葡萄牙，葡萄牙在哪里？前面吗？哦，台湾，台湾料理，你有没有看到？花莲酒家，好死不死是花莲，你有没有看到？花莲竟然在福冈有开店。やめてよ。这个人也是长得很特别哦。啊？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 三段，磨地板。行云流水。那地板上亮亮是什么？哦，呀，七海林奈，嗯 ，Zero Girl， 哦，林女，她是不是那个飞车，就是那个传说中的车队的那个？他是那个车队的那个吧，队长吧，我猜。哎，怎么办？五代的支线好好玩啊，怎么这么好玩啊？铃木，我是计程车司机。金博色流星，七彩妖星，桃红色救星，哎呦，是我啊！哇，真小啊，这个世界，永州真小。抱歉，啊，这里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 ，找到了，找到了。
家吧，哈鲁卡。哎、欸，不见了。啊，怎么摇？跟他们在一起？哎呦，我们要跟别人组队。我们先看这个爸爸怎么打架。来，去吧，去吧，高木，哦、不是，他不叫高木。联手，哦，好帅啊！哎，爸爸交给你，点他，点他，爸爸交给你了，点他，快动手啊，那个人。最后一下给你，快点啦！你够不配合的。竟然还可以跟路人一起用级，这跟六代很像。开运念珠，OK， 好啦，今天就先开到这边。我觉得以开头来讲，我觉得人中之龙五的开头跟他现在目前玩下来的感觉真的非常不错。希望之后不要爆掉，拜托。希望你就可以这样一直好下去，拜托，谢谢，谢谢，洪生，我拜托你，就一直这样好下去，不要后面臭掉，拜托，不要跟四代一样，拜托，谢谢，谢谢，好，今天看到这边，啵啵。